が、はい、それでも重きの形ちょっと崩れない、まあ、ただこの試合ちょっと難しそうな形組んでますね、そうですね、やや難しそうですが、はい、やはりこういうね裏側で対応していくこの桃剣の盤石な動き、はい、どこで整地するかっていうのをしっかり考えた上での動きになりますが、うん、はい、ちょっとツモ難しいですね、これ青がいっぱい欲しいんですが、はい、青以外のツモ置く場所がなかなかないので、はい、暴発をケアしながら、そしてトモくんがでかい、いやすごいですよこの終盤で、はい、14年差10万点超え、そうですね、すごい綺麗な繋ぎ方でしたね、はい、素晴らしいですが、桃剣もしっかり後打ち、はい、これ紫が最後に入ってるのえぐいですね、えぐいですね、連結ドカッと入っていく、はい、この連結で、返していく14年差、いやセカンドうまい、このセカンドが炸裂していくトモくん、うまそれうま、そしてこの桃剣のセカンドはまあ青ハッカー、青ハッカーですね、違う紫ハッカー、青と紫とね、はい、補充で持ってましたが、さすがに足りない。